Yep. Yep. That's how rude. おはようございます。小林まさるです。息子嫁まさみちゃんのアシスタントをやって19年になります。今日はね、葉山の海岸からお送りいたします。おお、冷たいな、やはりな。うん、冷たい冷たい。でもな、楽しいぞ。今日は頑張るぞ。今日は面白くやるぞ。海水なんか入るのほんと何十、50年、60年くらいぶりかな。俺はね、早くはないんだ、泳いで。だけど長続きするで、それから潜れるんで。俺たちの当時はね、ウニでもアワビでも何にとっても怒られなかったんだよ。今度潜って、ウニ取って、こうやって。それで、焼きウニ食べる。ああ、そういうこと何回もやったね。でもね、俺案外、ウニあまり好きでないんだよ。いいかな？いいですよ。スイカ割りをやるぞ。うん。おお。わさって。つるつる。絶対美味しい。絶対美味しいね。パーじゃねえの？最初はパーじゃねえの？最初はグーだぞ。最初はグー。じゃんけんぽっ。あ、一番だ。一番。はい、今度、じゃんけんグー。じゃんけんぽっ。あ、俺が一番最後だ。さあ、どれで叩く？3回回るんだぞ、3回。行っちゃった。わあ！汁出てきた。次伊藤ちゃんやる？伊藤ちゃん。そこで3回回るの、1回、もう1回、もう3回、OK。はい、棒を棒を刺して。あと、もう少し自分で手。強っ。いや、最後の新打ち登場。はいはい。じゃあどれでやりますか。じゃあ棒はな、あっちでこの棒でいっか。で、な、よし、これでいこう。やっとよし、いざ、はい。全然見えねえぞ。よし。よし。はい。もう。ここ、はい、ここ。はい。いいよー。いいよー。いいよー。よし。行くぞ。あ、そこじゃない。こっちこっち。ああ。ここで今のとこがさっきのスタートだな。ほら、あ、これあれねえな。どこまで行くの？よし、その辺で。え、行くぞ。思いっきりしてください。ダメ。惜しかった。あら、ダメだった。そうだったか。とんでもないとこ行ったんだな、俺ら。
じゃあもう失敗だからもう一回やろう。一杯一回はおまけだ。さっきのやつは予告編。今度は本番。オッケーでーす。オッケー。じゃあ棒を持って前へ進んでください。いい点まで進んでください。もういいよ。もうストップ。もうちょっと右。もうちょっと右。いいかな？時計回転に戻って前に進みます。歩きます。はい。もうちょい右です。そうですそうですそうです。そこそこそこ。行くぞ。はい。やば。割れた。あ、いった。なんだ俺、全然ダメなもんだな。おい、失敗の失敗だから、もうみんなで割って、3人で割って食べよう。はい、はい、いいです。はい、じゃあ食べようか。わ、いいかな。はい、食べよう。あ、食べよう。はい、かかぼ、かぶりつくぞ。かぶり。無理でか。うん。うまい。うまいよ。うん。おお、いいですね。うん。スイカの種ってこういう時は手でほじって食べるの。俺はあまりスイカの種で取らねえよな。もうみんな食っちゃうやろ。え、でもお腹にスイカ入る。うん、あ、そうだな。腹だから、あのスイカ食べて腹太陽に炙ったら中にスイカ出ちゃうな。やっぱりスイカ割りって難しいな。うん、何年ぶりにやったスイカ割り。スイカ割りなんて本当に何年ぶりで、初めてだよ俺。いや、初めてやったことないもん。よくテレビなんかで見るけどもな、みんな当たられて、なんであんな近くからと思ってるけども、やっぱり自分でやったら全然当たられダメだ。でも面白かった、楽しかったな。うん、楽しかった。80くらいになってもね、やっぱり楽しむのは楽しい。そうだな。うん、これをつけるとうまいって言ったけどね。うん、うまい。